の下ゆうかです。今日はね、じゃん、韓国の視聴者さんからいただいたチーズのインスタントラーメンを食べたいと思います。ちょっとなんて書いとるかわからないんですけど、多分ね、このね、パッケージがチーズっぽいんで、チーズだと思います。私がさ、チーズ好きじゃないですか。だから送ってくれたんだと思うんですよね。ありがとうございます。チーズラーメンとかめっちゃ美味しそうですね。じゃあ作っていきたいと思います。こちらがチーズラーメンですね。チーズの妖精みたいのが書いてあります。かわいいですね。中身は麺とスープの粉かな？火薬？チーズかもしれないですね。こちらが4袋あるので4袋分作ります。トッピングするものを用意します。卵、コーン、ベーコン、おネギです。おネギを刻みます。ベーコンは好きな大きさに切ります。卵は6個割っておきます。一緒に食べる丼物を作ります。今日はご飯を5合用意しています。韓国のりを好きなだけのせます。おネギをのせます。ごま油をかけます。よく使ってる海鮮丼のタレをかけます。卵黄を4つのせたら完成です。まずは麺と火薬を入れます。ちょっと変わった火薬が入ってますね。次はスープを入れます。これが多分チーズだと思います。チーズの粉を入れます。おお、やっぱりチーズだ。あー、すごいチーズの香りがします。トッピングで用意しておいたベーコン、卵、そしていつもの器に盛ります。で、水切りしたコーンをトッピングして、おネギ、韓国のりをトッピングします。じゃん、完成です。チーズラーメンとかね、めっちゃ美味しそうですよね。いただきます。トッピングはパッケージに書いてあったやつをなんとなく勘で乗せてみました。で、麺はまあ普通の麺ですね。うん、卵を入れたじゃないですか。卵とね、チーズがめっちゃよく合ってます。カルボナーラみたいな味ではないけど、そういうイメージでまろやかな感じになって、クリーミーなスープになってますね。おいしい。うん、最高です。こっちも食べてみます。私はね、なんとなくおいしいんじゃないかなっていう組み合わせで作った韓国のり丼です。ラーメン屋さんとかありそうですよね。はーい。うん、美味しい。タレもね、あるんで足します。あ、これマヨネーズ絶対合いますね。マヨネーズかけます。うん、さらに美味しいです。このタレマヨネーズと合うな。はい、ベーコンです。うん、ベーコンのね、香りと塩気と脂身がたまんないですね。で、ここでですね、追いチーズを 300g してみたいと思います。まだ食べ始めたばっかりなんですけどね。おー、最高です。美しいです。絶対美味しい、これ。うわー、チーズがやばいですね。チーズがやばいです。チーズの麺を食べているかのようです。美味しい。いや、もともとチーズのラーメンだからめっちゃ合いますね。これはですね、なんかこういうわざわざ丼を作ったんですけど、白いご飯とめっちゃ合うなって今食べながら思ってます。スープがね、めっちゃまろやかで美味しい。女の子が好きかもしれないですね。クリーミーでめっちゃまろやかです。うん、コーンの缶詰をトッピングで入れたんですけど、たまに来るこのコーンの甘みがね、プチプチしとっていいですね。クリーミーなスープとコーンってね、よく合いますね。
卵とかね、スープを入れたけ、スープがドロドロになってパスタチックになってますけど、これはこれでね、濃厚スープでめっちゃ美味しいです。てか、私はこういうのが好きです。一口いただきます。もうね、かきたまスープみたいになってます。あー、美味しかった。ごちそうさまでした。韓国のチーズラーメンめちゃくちゃ美味しかったです。なんでチーズラーメンって日本にないんですかね。もうそんくらい美味しいんですよね。まずクリームスープの麺がないですもんね。何にチーズを入れたらいいんだろう。味噌ラーメンが一番合うかな。味噌ラーメンに牛乳をちょっと足したスープだったらチーズ合うかもしれないですね。卵もめっちゃ合うと思います。で、海苔を乗せたご飯もね、とても美味しかったです。韓国海苔はね、私実は韓国海苔大好きなんで、 Amazon で頼んだやつです、自分で。今回はね、韓国のラーメンだったんで韓国海苔をね、ちょっと乗せてみました。ぜひぜひ皆さんも食べる機会があったら食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。